Ladies and gentlemen, this match is 3 5-minute rounds in the 150-pound weight class. First, fighting out of the blue corner, standing at 163 centimeters, Jessica Aguilar! 世界最強女王、ジェシカ・アギラー。10.5 大田区総合体育館メインイベントは記念すべき女子による戦いです。藤井恵対ジェシカ・アギラ。現女王ジェシカ・アギラ、女王藤井恵返り咲いて幕を閉じるか。さあ、いきなり中央を取ってきました。広い歩幅です。腰を落としてジェシカ・アギラインロー。藤井恵、細かくパンチを出しながら距離を取ります。細かく体を揺するように出てきますジェシカ・アギラ。左パンチはフェイント、右のフックもフェイント。さあ、中村さん、はい、いよいよ藤井恵のラストマッチです。そうですね、マッチ本当にまあ緊張感あるスタンドの攻防からまあ始まったなと思いますね。前回そのジェシカ選手とフィリデーション戦った時には1、2ラウンドジェシカ選手がスタンド打撃を細かく当てて、それでポイント取って、フリー選手が3ラウンド、テイクダウン取って、反撃に転じたんですけど、ポイント1歩届かずっていうような試合展開だったので、本当に僅差だったんですよね、はい、なので、今回の試合は、もうそういったクロスゲームになるんじゃないかなと思いますね。左出していきました。もう一つ左。選手本当に堂々のコインの空気ですね。そうですね、前回は結構藤井選手の方が打撃で前に出てジェシカがこうさばきながらみたいな展開だったんですけど、今回はジェシカの方がどんどん出てきますね、ASCC のちびっこレスラーから藤井先生頑張れって声が飛んでいます。藤井総合格闘技を始めてまだ浅い頃は、さあ、テイクダウンに行く、膝だ、距離を取りました。もっと左、ジェシカの方はスタンド打撃のプレッシャーをかけて、タックル来たらそれ切って、今みたいな膝とか、そういったものを狙っているような動き方ですよね。いや、これ何があって止めましたかね。何かこう目のあたりに柴田かすで指が入ったんですか。総合格闘技始めた当時はこう藤井選手、インストラクターでちびっ子たちにもレスリングとかこういろいろ教えたり充実している時も子供たちと会ってしまうと優しくなってしまうからこうちょっと離れていた試合前はっていうそんな時もあったそうです。解説の中村さん、改めてですけども、はい、女子の総合格闘技、総合格闘家どういう、こうレベルだって今どういう、いやもうやっぱりアメリカで大会がスタートというか、アメリカの大会の中でもこう女子の選手の試合がどんどん組まれるようになって、もかなりレベルは飛躍的に上がってるんじゃないですかね、UFC でもチャンピオンいますし、その中でやっぱり藤井選手はベラトールというイベントとかトーナメントに出て準優勝、決勝本当にどっちが勝ったそうな試合なんですけど、そういうレベルが上がっている中でも藤井選手はまだ世界の一位を狙えるポジションにいるっていうのをこのトーナメントで証明したんじゃないかなと思いますね。パンチ早い、左伸びてくる、サウスポーの構え、右足前が藤井です。堀口選手、先ほどからボディーも出してきてますね。そうですね、上位を打ち出していいと思います。
にはこうテーピングも見えます、かなり厚く。前蹴り上げの話、左のハイキック、ちょっと足が滑った。左、花咲。この戦いは115パウンド、52.2 キログラム。5分3ラウンド制、またですか。結構ジェシカがこう押すようにこう手で距離取ろうとするんで、まあそれがタイミング悪くというか、はい。指が目に入っちゃってるような感じですけどね。相手のパンチをこう叩いたりとか止めたりするときにも、こう手がこう開いて指が入ることもあるんですね。まあ、オープンフィンガーグローブならではのアクシデントというか、うん、はい、ちょっと藤井選手がまだ相当痛そうにしています。ちょっとこちらに陣でますかね、あのガーゼ見るとどうですかね。あ、でも負けづらそうでは。右目、藤井選手の、まあ、最後の試合でもあるんで、うん、まあ、時間をかけてもいいんで、ちょっとやっぱりインターバル取ってもらってもいいんで、はい、再開はしてほしいですよね。会場も大田区総合体育館も騒然としたまま、まあもちろんこう故意ではないはずなので、ジェシカ・アキラも不安そうな表情ではあります。まあ、ただまあ2回立て続けだったん で、ね、まあレフリー含めて取らざるを何か選んでないかもしれませんね。まあ、もしかしたら減点等の、ペナルティーが課されるかもしれないですけどね、ちょっと正式発表というか、はい、アナウンスを待ちたいですね。うん、藤井めぐみはこれが29戦目になります。アナウンサーさん、ちょっと待ってくださいね、聞きましょう。ここまで、まあ、藤井選手が総合デビューしてからですけど、こう日本だとやっぱりこう敵なしっていう感じでしたよね。そうですね、まあ、本当に圧倒的な強さだったんですけど、うん、まあ、その中でやっぱりこうベラトールに出て、あのかなりタイトなスケジュールだったんですよね。もう本当2ヶ月に1回2回弱ぐらいのペースでこう日本とアメリカ行き来しながら試合をしてて、まあ、やっぱそれが藤井選手の結構僕はなんか覚悟じゃないですけど、やっぱりこうアメリカでちゃんとこう自分の強さを証明するんだっていう、こう気持ちというか、そういうのをすごくあの感じて、はい、その時のトーナメントのことは見てましたね。それがトーナメント、まあ、トーナメントの前のベラトール初参戦が2010年の6月なんで、はい、ひょっとするともう、こうカウントダウン考えていたかもしれないですね。そうですね、まあ、かなりやっぱり、連戦も続いてて、まあ、トーナメントの後にちょっと僕取材した時に、正直こう体のダメージとかまあまああったってことも打ち明けられてたので、はい、まあ、やっぱそれだけこう競技人生かけて挑戦したっていうのも、まあそれもやっぱり日本のこの女子の MMA、まあ、格闘技にすごく大きな意味があったことなんじゃないかなと思いますね。そうですね、今年の1月ですか、女子 MMA アワードのモーストインプレッショナルファイター、最も、次の世代に影響を与えた、女子選手というものに表彰されたようです。藤井。ちょっとこう目が塞がっちゃってます。
まあ、この現状だけだとこうもちろん全然意味合いは元のことは違うんですけど、こう、ね、中井祐希さんのバーリティードジャパンの時のこう目っていうのがね、まあ、あれはもちろん対戦相手が意識的に故意にやったという許せない故意だったですが、まあ、現在藤井選手のこう回復を待つというか、まあ、状況をこうしっかり時間をかけて今検査をしているというところです。これ中村さん、まあ、この時間を借りてですけど、はい、この日本の女子の、総合格闘家っていうのはどんな、これからこう世界を目指していきたいという選手もいるんでしょうか。そうですね、まあ、どんどん出ていってる選手もいますし、もともとジェシカ・アギラ前回来日した時には藤井選手の弟子というか生徒 の浜崎選手と試合が確か組まれてたと思うんですけど、はい、まあ、ちょっと震災の影響 で、ね、試合大会自体がちょっとキャンセルになって、うん、はい、しまってるんですけど、まあ、そういった形で藤井選手とどんどん後の選手たちも、うん、まあ、世代というか出てきてるんで、はいはい、そういった選手たちの活躍っていうのも、まあ、期待されるところですよね、うん、さあ今ドクターが離れましたね。ネジが切れて表面の結膜のところもこう切れている。無理しない、見えない、治んないから、いや、ここがあるかどうか。回復するものじゃないかどうかですよね。少し目を閉じていて1分ぐらいって言ってましたかね、さっきドクターの方は。そうですね、まあ、少し聞こえてくる声だと、まあ、そういった話でしたけど、はい、今、まあ、かなり長い間、はい、まあ、一応ドクターチェックというかインターバル入ってるので。そうですね、まあ、今日はここ大田区体育館に藤井選手のご両親も、そして右奥に今映ってますけども、ジェシカ・アギラのお母様の来場してるんですね。現在の状況をご説明いたします。偶発性ではございますが、相手選手の、指が、藤井選手の、目に2回入ったという、状況で、今目尻の方が切れて、目が見えない状態で
います。今処置を行ってますので、本人もやる方向では意思がありますので、今しばらく、処置の時間をいただきたいと思います。よろしくお願いします。選手としても厳しいですよね。そうですね、まあ、もちろんアギラの方もそうでしょうけど、もちろん戦いたいっていうのはあるし、お客さんのことを考えるっていうのもあるでしょうけど、これですね、さっき、志野選手との試合でしたっけね、こうあんまり我慢しすぎると、はい、っていうのもありましたよね。はい、ルビス選手っていうのは怪我とかっていうのはあんまりないですかね。そうですね、あんまりないですね。はい、怪我しない方ですか。まあ多分しない方ですね。まあ、ファイター心としてはやっぱりやりたいでしょうからね、どんな状況になっても。まあ、やはり今日のメイン引退試合、なんかいろいろやっぱりそれは考えることあるんでしょうね、藤井選手は。あの試合前の刑事チェックの時も、はい、オープニングファイト始まるギリギリまでずっとアップしてて、なんかちょっとでも長くいたいみたい な、はい、なんかそういう気持ちが外から見ててもなんか伝わってきてたので、まあ、そういうのを見てると、まあ、なおさらなんとか続行してほしいなと思いますよね。いや、さっきよりは引き上げてまっすぐ伸びますね。ちょっと上がまだ開けにくい。まあ、この目の負傷っていうのはまた別の話ですけども、中村さん、はい、格闘家の方っていうのは自分の引退っていうのはいつ考えるものなんでしょうね。まあ、結構いろんなパターンの選手いると思うんですよね。実際こう、もう限界まで続けるというか、もうとにかく現役続けたいっていう選手もいますし、はい、まあ、自分の中でも決めてこの試合で最後にするって決めてリングに上がる選手もいますし、まあ、藤井選手のように逆にこの試合を最後にちょっと、まあ、まあ前もって宣言して試合する選手もいますし、まあ、本当いろんなパターンがあると思うんですけど、まあ、やっぱその中で藤井選手は、まあ、一番最後に一番強い相手と戦って、まあ、世界一の称号を繰り返したいっていう、まあ、そういう、こうただこう自分の最後の試合ってだけじゃなくて、そういったこうテーマを持ってこのケージに上がってるっていうのはなんかこう、まあ、ある意味やっぱり最後の試合って藤井選手のこうキャリアというか、はい、あのファイターのこうなんか一筋に生きたこう証じゃないですけど、なんかそういった、まあ、マッチメイクで、そういった、はい、まあ、もちろんこうジェシカの方もそれを受けたからこそ実現した試合であると思うんですけど、はい、まあ、本当に藤井選手のこうファイターのこう足跡を、まあ、最後にするには本当にふさわしい舞台で相手でこういう試合、はい、かなとは思いますね。でも三浦和選手はずっと表現にこだわるのがない、いろいろ格闘技でもそうですよね。正人選手はそうですね、最後強い相手とやって引退、立島淳選手だったらこんなやつ、はい、競技への向き合い方というか、まあ、やっぱそういうのが最後こうなんか自分のキャリアを締めくくるとき、まあ、それに向かっているときっていうのはやっぱそういうのが現れるんじゃないかなと思いますね。剛選手もね、まだこう現役ボクシングもだったりするし、そのボクシングっていうとあの、長谷川穂積選手が世界チャンピオンの前、あの周東の試合で藤井選手が、出場して、その時にゲスト解説で来ていただいたんですよね。ただ藤井選手もものすごく褒めてましたね。パンチ綺麗だった、お腹のシックスパックに驚いていらっしゃった長谷川穂積さんいましたね。本当にこう、まあ、キャリアの初期の頃はすごくこうグラップラー色が強かったですけど、
これキャリア重ねていくうちに打撃のスキルもすごく伸びてきましたし、この本当に特にベラトルのトーナメントなんかはそれが顕著に出てたと思いますね、はい、あの決勝でやったジョエル・ハロフラストという選手も、まあ、結構キックボクシングタイプの選手だったんですけど、はい、まあ、結構ここ確認で言えば正面から打ち合ってそれで、まあ、僅差の判定まで行ってたので、それもやっぱり藤井選手がそこまでこう相手として完成度上げてなかったら IC にはなってなかったと思うので、はい、日本でもシュートボクシングぐらいリングに上がったりしてましたよね、藤井選手は、まあ、そういった意味では本当にこういろんなこう競技っていうのを取り組んで、またこう中途半端にせずにというか、その、まあ、本職の試合にも出て、そういったこう蓄積でここまでこう MMA ファイターとして藤井選手って作られてきたと思うんですよね、はい、そういった意味でも本当にすごく完成度が高いファイターですし、女子バーネットとかはすごく藤井選手のことを評価して、はい、もっともっと評価されるべきファイターだということをすごく言ってましたからね。大田区総合体育館、一応まあ、さっきよりは目が開いてきて、視界は戻ってきてるんですけど、まあ、本当もあとペースで、無理は絶対だ、小顔みたいになっちゃう、このカメラで見てもやっぱこれ、ね、かなり腫れてますね、下がってしまってますよ、ね、あI'm gonna get it.
返してくる、アギラ。着手かは左を打たせて右の返し狙ってみたんですかね。ローキックでした。藤井の目を見たままローキック、右のフック、左のフック、前蹴りから左飛ばしていく、右。ここで第1ラウンド終了です。さあ堀内選手、まあ、その前の段階の戦い、まあ、ああいうこういう展開だったと思いますが、改めて第1ラウンド。そうですね、まあ攻めてて藤井さんいいと思います。中村さん、いかがでしょう。まあ中断すごく長かったですけど、まあ再開後は藤井選手もどんどん前に出ていって攻める気持ちを見せてたので、まあ、今ドクターもねチェックしてる段階ですけど、はい、まあ、やっぱりこのまま見てる側としては続けてほしいなと思いますね。これアキラの方もね、こう気持ちがこう、はい、これでこう吹っ切って、はい、まあ、リスタートということになっているようです。気持ちも整理できたようです。とはいえ、まあ、見た目にはもう当然まだ腫れたまま、目も充血したままです。さあ、まもなく第2ラウンドが始まります。 VTJ サード 10.5 大田区総合体育館メインイベントです。藤井恵インタイムチア。さあ、第2ラウンド始まりました。5分3ラウンド制です。どう遠い距離から、さらに構えが違います。サウスポー藤井、オーソドックスガービラー、うわ入っていく。さあ、グラウンドの展開か。さあ、立ちました、持ってくる。
っぱり石川の方は右から入ってですね、まあ、今ボディも打ちましたけど、やっぱり詰めて右を狙いに行ってますね。第2ラウンド残りが1分になります。まもなく選手、ジェシカ・アギラーのパンチというのはどういう風に見てますか？そうですね、的確にこうストレート系で顔に当たってるなと思います。視力が違うとこう物が ね、ちゃんと距離がつかめないですよね。ちょっとこれ声聞いてみましょうか。カメラマイクさんともし広ければ。セグナーセグナー、あ、キックチェックになりましたね。結局そうですか。あ、そう追いかけられてない。はい、ドクターチェックを。まあ、当然その場所にまた打撃を、まあ、目を閉じていたとしても被弾すると、今こう弾球が追いついていないっていうような声がドクターの方から聞こえましたね。あれで、まあ、右のパンチを今度顔の左側にもらうと、左の地面とかももしかしたらちょっと危ないくなるかなとも思いますし、で、まあ、続行してるだけでも本当にすごく、そうですね、はい、精神力強くないと無理だと思うんですけどね。いやでもちょっと、うん、あ、またしっかり伝えなくています。セコンドの仕事かもしれない、どう判断するか分からないかな。まあ、もちろんドクターの方もやっぱ続行できるようにはい、で演奏試合ストップなんないように処置していただいてるとは思うんですけどね。こればっかりは、まあ、結末と中が全部ガーッと見えちゃってる。目の動きがちょっと、こっちが動いてない。十分やったよ。十分やったよの声は阿部一人、阿部兄弟、そして佐々木仁選手、さらには盟友の赤野瞳さんも今ここ彼女を囲んでいます。阿部裕樹もなんだか、止まって。
ないんだよ。お前もう一回行く。追いかけて。こちらは手しかありだ。ジェシカ・アギラの名前がコールされました。今拍手が送られます。インタビューちょっと酷だと思うけどな。こんにちは。 I am so sorry for what happened tonight. I don't feel I deserve this right now. I feel horrible. So thank you all for coming. Thank Megumi forinviting me over, her team for letting me fight against her, and my team back home for helping me train for the best fight of my life. And you know, I apologize for what happened from the bottom of my heart. Minasan, この度は本当に申し訳ありませんでした。日本に招いていただいて本当にありがたい
のですが、ちょっと怪我を起こしてしまった影響で、私正直これを受け取っていいのかと、思っております。本当この度は申し訳ありませんでした。あの藤井選手にも、今夜対戦させていただきまして本当にありがとうございました。あと本当に怪我を起こしてしまって申し訳ありませんでした。でファンの皆様にもこの度は本当に申し訳ありませんでした。あの応援してくださいまして本当にありがとうございましたということです。ジェシカ・アギラ選手でした。ハートの恵みは会場の皆さんも本日ゲシカを見届けたゲシカアギラ選手から